バナナです。バナナ好きやった。あとちょっとニーニーがいちご食べたいっていうので。だってママが聞くからね。イヤロースイートオニオン。じゃあ今日もアマゾンフレッシュ。今日は日曜日です。子供たちがちょっと風邪をひいているので、リオナもちょっとお熱が出ました。ちょっと家からは出られないなと思ったので、アマゾンフレッシュを使ってネットショッピングですね。ネットで、必要なものを選んでこうお家まで持ってきてもらうというアマゾンフレッシュを今日も使いました。2回目です。2回目イエイ。子供たちは元気です。で、買ったものをちょっと紹介します。バナナ、待って、その前にこう、まあ、いつ頼んでいつ来るかっていうのをお伝えしようと思います。で、今回は、まあ、日曜日の、まあ、朝9時半ぐらいに決済完了して、最短でいつ届くかっていうと同じ日の夕方4時から6時を選択できました。まあ、最短で、で結局届いた時間は6時過ぎてました。まあ、それはしょうがない。このアマゾンフレッシュですごいのが届けてくれる配達員の人が今どこにいるかっていうのをネットで確認できます。ネットで確認できます。早く食べて。そうだよね。バナナはこうやって袋に入って、ここで輪ゴムで留められています。これはドールのオーガニックバナナです。これはよく売ってるよね。6本で1房になっています。ジリ、お茶の簡単です。これ、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。クロワッサンが食べたいというので、サンドイッチにもしてもいいし、そのまま食べてもいいし、あと上にチョコレートかけてもいいんだって、うん、で、6個入っています。チョコレートかけたい。でもチョコレートうちにありません。これじゃあ、子供たちが食べていて、あきれい。そう、で、届いた時間をさっきお伝えして、いつも玄関の前に置いてってくれます。今どこら辺にいるかなって思ってこう見てたんだよね。ね、届けてくれる人、配達員の人がどこにいるかなと思って見たら、あれ、お家にいるやんってなったんだよね。で、ママが玄関を見に行ったら、鉢合わせになって、おうみたいな感じでってね。で、ありがとうって言ったんだよね。で、今からね、何を頼んだかを紹介します。バナナです。じゃあ、さっき言ったバナナとクロワッサンといちごと、何とかオニオンと、そう、いちごです。ニニがね、食べたいって。ニニです。それでね、こう、玉ねぎはね、1個売りだったのを買いました。これはイエロースイートオニオンでしょ。ティッシュがもうすぐなくなる。とりあえずこう試しにホールフーズマーケットのね、プライベートブランド365のティッシュペーパーを一つ買ってみました。チキンテンダーです。チキンテンダーというと、日本だと何でしょう。お肉お肉です。ピンポン。お肉なんだけど、ささみです。ささみを買いました。これですごい量入ってる。あれ肉、こうなんかメガサイズだよね。何グラム ?907g 入っています。 907g。 あ、お肉ね、これ焼いてあげようか。嫌なの。お肉あと2つあります。こうやってね、丁寧にね、こう袋に入れてくれててね、助かりますね。これは、フォークチョップ、しかもチョップ、そう、スティンカットね。スティンって薄くカットされた豚肉です。こうやってなんか真空パックに入れて届けてくれました。はい、最後、はい、アマゾンフレッシュのバナナ、ブランドのグラウンドビーフです。きた、映った。はい、グラウンドビーフです。グラウンドビーフというとひき肉です。こちらではひき肉のことをグラウンドっていうのね。で、グラウンドビーフも 80% と 20% って書いてあるのが赤身と脂の割合。赤身が80入ってますね。バナナ全部食べ終わって、これは食べたよという感じです。これで全て家の前に置いたよって、こうやってね、写真をね、撮ってね、送ってくれるんだけどね、配達員の人とね、今日は鉢合わせしたから、ね、見せた。合計は何もかも含めて消費税と配達員に払うチップが入っています。今回は5ドルにしました。これでレビュー終わります。チップとデデールで5ドルが出た。ママ、ハイファイ、イエーイ。
アライグマ D2 やんちゃう、ね、やんの今日やるよ。アライグマ見つけるまでやるんだからな。はいはい、なんでなんか